はい、から万歳。今日のゲストはギターレレ漫談のピロキさんです。ピロキさんでもね、人気あるんですよ。うちね、この番組を、過去のバックナンバーということで、YouTube とかに上げてるんですけど、見ました見ました。すごいあるんですよ。今番組溜まっちゃって上位ですよ、誰？ピロキさん。本あ、そうなんですか。どうぞ。すげえ。いや、本当本そうなんですか。すありごがたいいなです。と思って。ありがありたいがでとうございます。やっぱ相当好き、マニアの方いらっしゃるね。マニアの方いらっしゃるんですね。よかった。でもじゃあ後半戦も少しネタを入れさせていただいて、今度はもう、自信作にバッチリ当たるようにね、行きたいと思う。全部自信作ですから。全部自信作ですから。マジですか。マジです、マジです。じゃあね、来た。大体頭の上に入ってるのはもうね、自信作だと思う。子犬が3匹。子犬が3匹。はい。そんなネタありました。ありました、ありました、ありました。これね、オープニングの次。明るくはっきり行きましょう。愛から万歳、楽しいなをちょっと入れておきますから。ありがとうございます。なんで入れたか知ってます？知らない。その間にネタを思い出してください。やっぱり。そうじゃないかなと思いましたけどね。動物を愛する優しい気持ちがあるんです。それと人に頼まれたことは断れない性格なんです。なるほど。知り合いのうちにとてもとても可愛い子犬が3匹生まれました。3匹も大変なんで1匹引き取ってくれって言われました。はい。1週間ぐらいした届きました。親犬がじわっと来たでしょ。じわっと今じわっと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 。はい、から万歳、楽しいなと。はは、こういうのは来なかった、ね、実は3匹も大変でじゃないですか。なるほど、ね、で親犬が来ちゃった。なんで説明しなきゃいけないですか。なんなんですか。マジでもこういうネタって事実なんですか。大体事実です。なるほどね、はい、事実をちょいアレンジして、ちょいアレンジして、ちょいアレンジ。事実をそのまま言ったらね、本当に笑えなかったりするじゃないですか。うん、悲惨な寂しい話で終わってしまう可能性があるんで、アーティスト、ミュージシャンは、だいたい今曲から作って後で詞をつけてって感じでね。そっちの方が多いんですか。多いんです、多いんです、ね。今はね、昔と力じゃなくて、じゃないんです。そういう感じに今、多いんですよ、最近のアーティスト。で、私ね、曲作ったり詞作ったりってもいろいろこう思いついたらメモっとくとかあるじゃないですか。ピロキさん、ネタどうやってこうストックしていくんですか。僕はまずですね、ネタはね、締め切りです。締め切りがあるんですよ。年間通して、いつまでにネタを作ろうみたいな締め切りがあって。それ自分で決めてんの。いや、収録とか今度は新ネタで、要は新ネタいつまでみたいな感じですか。ありますね。で、それに合わせていろいろ考えていくんですけど、基本的にはどっかでずっといつも考えてますね、頭の中で。でメモったりはしてこない。昔はネタ帳みたいなこうメモがあるでしょう。でも今はもうあれですよ、もうスマホでこうあれですよ、思いついたことをピャピャっとこうやっといて、それを事務所のPC にペット送って。そうなんですか、随分進んでるじゃないですか。で PC にこうバーッと入っての、2、3日してこうチェックして、何が面白かったか思い出せないんですよ。でも IT 化してますね。今それを言おうと思ったんですよ。 IT 化ね。芸人さんも IT 化しなきゃダメですね。やっぱりカメラ IT 化。いやー、そしたらまたネタに戻りまして、同窓会行ってみません？これ本当やばいですよ。やばいやばいやばい。やめましょうか。どうぞ。本当にやばいですよこれ。やばいね。明るく陽気な、わかった。はい、から万歳。同窓会。あ、そう、同窓会行かれたことあります。行ったことあります。行ったことあります。案内とか来ますよね。来ますね。先日同窓会の案内が来たんですよ。はい。同窓会終わりましたって案内でした。明るく陽気に行きましょう。ピロキさん、岡山県出身でございまして、はい、やっぱり幼馴染は岡山県にたくさんいらっしゃると思うんですけど。そうですね。
同窓会があったんだよっていうお知らせが来て、ね、寂しいですね。なんで同窓会の知らせがないんだって話ですよ。ないんだっていうね。そういうことですよ。ふるさとどんなとこなんですか。ふるさとはですね、瀬戸内の、はい、田舎町、はい、日本の地中海。岡山は雨が少ないんですよね。で果物王国、はいはい、まあ何の思い出もないですけど。ないですか。田舎の話には触れないでください。悲しい思い出が、悲しい思い出と帰れない事情がいっぱいあるんですよ。なるほどなるほど。いや頑張りましょうね。明るく陽気に。そうですか。でもあれでしょ、幼馴染の人とか、ああ頑張ったなみたいな感じで喜んでくださってる方多いんじゃないですか。お友達とか急になんか俺ピロキの同級生なんだよなんていうのが増えてきたり。まあ、そこまで言ってないですね。あれでも本当に売れると親戚がどんどん増えるらしいですね。らしいですね。らしいですね。どうですか。いや一向に変わってないですね。変わらないですか。マイペースです。マイペースですか。はい、ネタ行きましょうか。行きますか。行きますか。ですね、じゃあ今週ももうあとネタ2つぐらいで終わりでございますんで、プリンが大好き。早いですね。早いですよ。まだ来週もありますから。早いですね。プリンが大好き。明るく陽気に行きましょう。こう見えてもプリンが大好きなんです。近所のコンビニにいたら売り切れでした。ずっと先のスーパーに行ったら改装中で、まだずっと先のコンビニに行ったら売り切れでした。どうしても欲しかったんでずっと先のコンビニに行ったらお金が8円足りませんでした。明るく陽気に行きましょう。もうあれですか、もう基本路線は自虐的不幸自慢話なんですか。自慢話です。基本はもう、ネタは全てそこ。そうですね。でもこういうのをお客さんが聞いてくださると、なんかとてもとても優越感出てきませんか。まあ出てきますね。ね、俺の方が幸せだって。そう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 。それってなんかいいじゃないですか。ねえ。幸せになりましょう。踏まれても踏まれても。そうっす。ですね。そういうことですよ。だからね、結構辛い時とか悲しい時とか凹んだ時とか。こう聞いていただけるとね。どうなります。え、何の役にも立てますか。冗談ですよ。立つんですよ。そういう人結構いるんですよ。元気をもらったとか。逆にね、ちょっと会社で嫌なことあって僕の CD を聞いたらなんか明日から頑張ろうっていう気になったとかね。嬉しいじゃないですか。そういう手紙をね来ます。来たりするんですよ。いいことしてますね。してますね。ね、役立ってますね。役立ってますよ。ね、また来週ネタご披露いただいてよろしいですかね。はい。ね、お願いします。ひろきさん3回目の盛り上がってまいります。から万歳でございましたけども、はい、また来週も披露していただけるということで。第3弾 CD よりお届けいたします。お届けいたしました。本当はね、これ買っていただきたいんで、こうなかなか披露いただけないんですけど。ピロクさんの性格でもう全部出していただきました。明るく陽気にいきましょう。パート3定畜レコードのから発売中でございます。ぜひお買い求めいただければと思います。ジョベルさん、また来週よろしくお願いします。お願いいたします。はい、毎週ご案内しておりますが、ハイカラトップページの右で左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。ピロキさんへの応援メールお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではピロキさん、また来週ライブということでまたいろいろやってください。はい、よろしくお願いします。こちらこそです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、次回11月の18日になります。この番組でお会いいたしましょう。それでは一緒にさよなら。